こんにちは、トリタラチャンネルです。先日、風呂掃除をしていたところ、換気扇の吸い込み口近くに、この子が、佇んでいました。体長は、1.5cmくらい。おそらくは、トビイロゴキブリであると思います。おっさんの住んでいるマンションでは、なぜだかトビイロゴキブリしか見かけないんですよね。これから、大事に飼育していきたいと思いまして、勝手ながら、スカウトさせていただきました。さて、飼育開始、一発目の、餌やりを、行いたいと思います。与える餌は、昆虫ゼリーです。G 君、ゼリーの香りを、感知しているみたいです。遠くか?食い上がれこの野郎。ごめんごめん、びっくりさせちゃったみたいだ。でも多分、お腹が空いているだろうから、すぐに食いつくと思われます。ほら、来た来た。じゃあね。今まで飼育してきた歴代のイエジーたちも、こんな感じで、餌をあげれば、すぐに食いついてきてたんですよね。じゃあね。もしこの子が、予想通り、トビイロゴキブリであったならば、体長15mmほどしかない、今の状態から、35mm くらいまで、大きくなります。その、成長の過程を、映像として記録しながら、ご視聴の皆様に、お届けしていきたいと思っております。